はようございます。表飛行作海空研究所、今日も行っていきましょう。12月22日ですか。いや、もうすぐクリスマス皆さんいかがお過ごしでしょうか。クリスマス寒波っていう言葉があるんですけど、まさしくそれになりそうな展開でございます。なかなかの悪天候。天気図ご覧になってる方ってどれぐらいいらっしゃるんですかね。日本の天気図見た時に、日本の周りに3つ低気圧がこう縦にこう綺麗に今並んでるんですけど、結構珍しいと思った。魚拓を取りました。おはようございます。砂塚森田さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。後悔、この時期きついっすね。どうなんですかね、近海だったらまだマシなのかな。この時期も行くんだよね。いやー大変やな。もう僕はね、近海、銚子沖とかあの辺にずっと停戦、停在、場所一緒でずっと揺られながら、どんぐらいいたかな、1週間とかそんぐらいだったと思いますけど、もうずっと船酔いしてましたね。ほんとひどい経験だったとか。めちゃくちゃ楽しいんだけど辛いっていうね。いやー大変なお仕事ですよね。なんか揺れない地面の上が当たり前っていう。あ、あかねさんもおはようございます。そうだ、はい、寺石ゆかさん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。お疲れ様です。大丈夫か。お疲れ様です。やっと帰ってきたのかな。もう特に帰っては来ているのか。なんかいろいろ大変そうだな。なんか声に疲れが出てました。山田裕二さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。さあ今日はもう日本全国めちゃくちゃ天気悪いこと確定のね展開でございますよ、これは。いや、もうさっきも言ったんですけど、天気図見た時に低気圧が来たら天気悪いよぐらいのこう大体ね、ざっくりでいいんですけど、その低気圧がね南北に3つ綺麗にこう並んでるところになんかちょっと萌えを感じております、僕は。こんな綺麗に並ぶ珍しいなと思って。前線6本書いてあって、低気圧3つ、双子までは結構いるんですけど、3つ子はなかなか見ないですわ。で、まあこれはもう間違いなくこの低気圧通過後はですね、クソ寒くなるというですね、確定ですね。あれです、山下達郎の歌詞のまんまの展開ですね。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう。うん、これはね、この低気圧が通過することを歌っております。山下達郎さんは本当になんか教養が高い歌詞を書かれるんだなっていうのが、気象学コミュニティの中ではですね、山下達郎さんさすがやな、教養高いなと。いや、気象学の知識を持ってあの歌詞を書いたのかどうかは知りません、知りませんが、非常に正確な歌詞だなと、そんな風に。だから切ない歌詞ではなくて、とてもね、知的な、科学的な、気象学的に正しいことを実は伝えようとしている、うん、そっちがメインテーマなんじゃないかぐらいの気持ちで僕らは情緒もへったくれもない聞き方をしているというね。まあそんな展開ですね。まあなんかクリスマス寒波に意味があるのかはわからないですけど、
まあよくこの12月後半にこの展開になり始めるということなんですよね。さあ昨日はまあだからこのクソ寒いのにですね、まだ俺は半袖だというね。チェックから来ますか。なんか本当面白いやん。いやなんかさ、音声だけだからさ、彼が半袖で半ズボンなのかどうかは伺い知れないわけですけど、もうね、いや半袖なんでしょうねっていうのが目に浮かぶよね。まあ、昨日のは本当に神回だなと個人的にはね思って、わざわざシェアしたんですけど、ツイッターと LINE と、Facebook と全てにおいてね、わざわざ善くんの放送をですね、シェアしたんですけど、俺は一番好きかもしれない善の放送の中で。昨日のが最高だなと、さすが半袖半ズボンの男と思いましたよね。俺は子供の頃半袖半ズボンで居続けるクラスに一人いるわけですよ。そういう憧れてましたね。かっけえなあいつって。まあ僕はね故郷新潟なんですけども、まあもう10度切ってる2度とか3度とかの中でね、半袖半ズボンでケロッとしてるわけですよ。で、まあ、僕なんかはですね、体も弱いし足も遅いしみたいなそのコンプレックスにまみれた少年時代だったわけですけど、もうあいつは半袖なのに俺はこんなに分厚い服を着てまだ寒いと言っているというね。でもそういうもんなんだよな、袖あるないじゃなくてその気温に合わせて必要な、あれどういう仕掛けになってるんですかね、その気温になっても体温を下げずにいられるだけの血液をちゃんと送り出せるだけのパワーがあるっていう、まあ生物的にはそういうことですよね。寒がり暑がりとかって言いますけど、いやそういうことじゃないと。生物として見たら心臓から血を送り出して、まあ必要な部位に、適切な量の血液を送り続けられれば、適切に生命体を維持できるわけですけど、でそれがその能力がもうちょっと追いつきませんと、やばいですという警告を発してる状態にすぐなっちゃうっていう、そういうことなんですよね。寒がり暑がりじゃなくて、その外の状態に対して、自分の心臓のを中心とした生物としてこう維持するための適温を維持するための能力が、マッチできませんという警告を言ってるわけですよ。不快であるということは、まあ寒いということは体温を上げる能力が追いついておりませんので、直ちに何らか別の方法で、温めていただきたいですということですよ。でもそれが、他の方法なく自分の血流をこう回すポンプさえ強ければ袖いりませんよっていう話じゃないですか。で、まあ、それが慣れでもあったりするわけでしょうけど、だからね、半袖半ズボンは正義ですよ。そりゃさ風邪ひかないっていうのは本当だったなと思いますし、実際体強いんだよね。でそれをやって、でその、まあ
そうは言ってもある程度気温が寒いことはもう事実としてこうやって寒くなってくるわけだけど、そうすると温めるためにもっともう動かねばならないというで動き回って温めてっていうその循環がさ結局体を強くしていくんでしょうね、うん、まあ、それによって慣れていくっていうか、まあ動けない状況下だったら着込むしかないんだけど、うん、まあでもね、そのエネルギーがこう音声から伝わりつつ言ってることも素晴らしいよね。ただ体が強いっていうだけじゃなくて、なんで小学生で音声配信してるっつったら世界初でかっこいいんじゃないかなっていうところまでだったら、元気な小学生は思いつくでしょうねっていうことだと思うんだよね。でだけどそこで終わらないのが彼の素晴らしいところで、みんなもやりませんかって言ってるわけよみんなもやった方がいいよと、みんなもやだからなんかゲームに誘ってるぐらいの感じがいいなと思ったんですけど、うん、まあ、とにかく別に何も考えずに思いついてこう喋ればいいんだよと、かっこつけずにまっすぐ喋ることが毎日続ける秘密だから、その難しいことじゃないと、みんな毎日喋ってるだろうと、でそれを録音ボタンを押してるか押してないかそれだけの話じゃないかと、で押している方がいい世界なのであるということをただ言ってすごくシンプルに伝えていると思うんですけど、いや本当その通り でそれで自分のただやってるからなんていうかそんな競技ないわけ、小学生部門、小学校4年生部門音声配信を続けているというゲームはね今のところ世界に存在してないんだけどだからオンリーワンでナンバーワンなんですけども、それよりもみんなでやろうぜって言ってるわけね。でオンリーワンだとかナンバーワンだとかよりもみんなでつながっていい素敵な世界にしようぜって言ってる、あれがね禅のすごいとこだなと思うよね。あとかくその能力単に高いとかポテンシャルがただ単に高いとかっていうと自分にだけベクトルが向く時期が全然あっていいんだけど長くなると思うんですけど、すごく視野の広さを感じさせるというか、周り見えてるなと思いますよね。半袖半ズボンが目に浮かぶぐらいのエネルギーをね音声から感じ取れるのは全だけですよいやすげえなと思って、うん、でその直後に友人さんのね犬も寒さを感じるのかみたいな、まあ、犬は半袖半ズボンどころか自分の毛しかないんですけど、なるほどなと思いました。考えたことなかったけどさ、動物として見たら同じことですもんね。それはなんか、まあ暑さに弱くて寒さにもともと強いという適性の生命体であるとはいえ、ある限度超えたらそりゃあさなかなかのちゃんとした反応するんですね。まあ千歳マイナス6度千歳だっけ、うん、いやすごいことなんだよな。北海道今さすがに俺札幌にいた時もうちょっとあったかかったな、なんか真冬の2月の一番寒い時期でマイナス5度6度あったような気がする。10度行く年あったかなっていう感じだったけどね、やっぱ千歳の方が寒いんだねうん。そうでも犬も
そういう仕組みなんだってさ、なんていうか、まあ、よく考えれば当たり前の話なんだけどね。そのペットってすごく近しい存在の割には、なんだろうな、まあ僕飼ったことないせいかもしれないけど、確率的なラベルを貼って理解しようとしちゃってたなと思いました。当然個性もあるしさ、ね、人間だってチェックのように半袖のやつもいる、半袖で大丈夫だというやつもいれば、着込まないともう無理ですってすぐなっちゃう。でそれはその僕一人の人間とったって、札幌にいた時は寒さに強かったし、横浜に来てしばらくしてもうこっちの気候に慣れちゃったんで、あの寒さにもう戻ったり、もう急にはきついよねっていうね。同じ人間でもそれぐらいの差がすぐ起こるから、当然まあ生き物はみんなそうだよねっていう。まあ寒さの暑さは理解しやすいですけど、やっぱりなんか面白いなと思ったのが、もう飼い主のテンションに結構ちゃんと左右されるっていう、人間関係と一緒なんですね。そのペットとの犬付き合い、猫付き合いでもちゃんと動物も飼い主とか、まあその周りにいる人間の振る舞いだとか、テンションだとか、声の張りだとか、表情だとか、それに応じてちゃんとその行動が変わって、なんだったら習慣すら変わると。もう全く人間と一緒ですよね。周りでどういう人と付き合ってるか、どういう犬同士で、普段、それこそね、近所のね犬同士ですれ違う犬とかだって関係するんでしょうね、当然ですけど。そりゃそうだよなと。個性もあれば年齢によって成長もして感じることも違って、犬には犬の変化があるから。でもそれをなんか、とても短絡的にラベルを貼って犬ってこういうもんだよねって思ってたところがあるなって昨日ね、ユージさんの放送を聞いて思いましたけど、でも逆にそうじゃないくて、こう人間と共通してる、ちゃんとこういう反応あるよとか、それこそなんでしょうね、知的好奇心とか向上心とか、ある意味ではある程度あるってことだよね、なんかその犬はどこまで経っても文明を発達させないみたいなことが言われる一方で、犬個体として見たらさ、自分がより良くなろうとするループに入っていく犬もちゃんといるわけじゃないですか。まあ、それはなんかその必ずしも芸を仕込むとかしつけようとかっていう話だけじゃなくて、まあ仮に野生であっても、ね、個体差がちゃんと出るわけですよね。どんどんこう狩りが上手くなってとかさ、より良い、生活のために自分のスキルをアップさせていく、ループに入っていくパターンと、なかなかこう行動範囲が狭くなってスキルが上がらないっていう。でもそこだけ見たら結構ね、個体としてはやっぱり生物ってそういうもんなんだなっていう、重なる部分すげえありますけど、やっぱり唯一違うのはそのなんだ、まあ群れをなす動物っているけど、群れをなして、脳みその中で考えてる想像とか妄想とか未来を考えて、その未来のイメージをこう共有して、そこにみんなで向かうみたいなことがないから、やっぱり文明にまではいかないっていう差なんでしょうけど、それがあるかないかだけで、他は逆に言うと割と生物ってそうなのねっていう、知的好奇心まではある、向上心まではやっぱり生物たるものあるのねっていうの
昨日の放送聞いてて感じましたかね。そうじゃなかったらその飼い主のテンションに合わせて、行動を変えるとか生活パターンが変わるとか習慣が変わるとか、これ人間と一緒ですよね、うん、それがあるってことは、あ、そういうことか。なんかこう意外に見直したじゃないですけど、犬すげえじゃんみたいないや、なんかただ単に賢いとか、ただ単に可愛いとか、ただ単に犬ってこういうものみたいな勝手に貼ってるラベルが確率的だったことにすごく気づかされたっていうか、もっと奥深いもん、それは個体差あるし、その個々人の人生がありっていうのと、個性がありっていうのと同じことが、それはあるよね。そうじゃなかったら逆に人間の生活にここまでフィットして共に暮らせないでしょうね、うん、いやでもなんか面白かったですね昨日の話は、はい、そう、たまたまね昨日僕自身が向上心とか知的好奇心の仕組みみたいなのを行動経済学に基づくとこういうふうに説明されるみたいなことを調べ物して喋ってたところがあったんですけど、それともすっげえ重なるなと思って、すごい腑に落ちたというか、そんな時に周平さんが全く同じ話をしてるってねなんかめちゃくちゃ今フェーズが合ってますよね。なんか周平、友人、モテ作みたいなあと前科みんなその向上心について何かっていう、まあ言ったらそのスタイフの放送だけじゃなくて、言ったらゆかさんとかもそうなんですけど、向上心って何なんだろうみたいな、あの根本原理ですよね。でまあそのある前提の種の情報があって、情報というか知識というか、でそれをもとにして未来予測をかけて、近未来の予測をかけてこうなんじゃないかなっていう想像をして、で実際どうなるんだろうっていうところを試したくなるというのが知的好奇心だったり向上だったりするということなんですけど、でその試したくなっているその空白余白を埋めたくなっちゃうという習性が常に全ての生き物にあるってことなんでしょうね。だからそのそれこそ進学校のワードでいくと伸びしろって言いますけど、伸びしろって要するに周りの人が判断してここ伸びしろありますよはコーチングかもしれないですけど、自分でセルフコーチングをかけて自分の伸びしろを見つけるっていうのが知的好奇心そのものだし向上心そのものだっていう、すごくシンプルな話ですよね。そうするとすごい分かりやすいかなと。そんななんか大それた仰々しいもの、なんかあの人は向上心があって素晴らしい、いやあの人はではないし全ての人にあるんだけど、まあその瞬間その時期にその場所で発揮するかどうかだけですよね。でまあだけど向上心って何なのかの仕組みだけ理解しておくとあった方がいいよなと、もし思っていて発揮のしどころだなと思ったら、どうやって発揮すればいいかの仕組みを知っていれば簡単にできる。まあ、今持って手持ちの札をこう整理してこれとこれとこれを持っていて、このカードのうちどれを出したら次どういう展開になるのかっていう、その一歩先の未来を予想してっていうところまでやりさえすれば、あとは勝手に自動的に発動する向上心は、その余白を、近未来の余白、まだわからないこと、実験してみないとわからないこと、試してみないとわからないことに、思いを馳せさえすればあとは自動的に確かめたくなるはずっていう。で、確かめたくなるほどのサイズの余白であることは大事だと思うんですけど、小さすぎて狭すぎて、まあ試さなくてもわかるんじゃないそんなのっていうふうに思っちゃうと向上心はこう起動しないわけですけど、
そこそこ分かり当たりそうで当たるかどうかは五分五分ぐらいの余白を未来をこう想像して余白を生み出してよし確かめてみようっていうのが結局向上心そのものだっていう仕掛けなわけですけど、まあ、周平さんがこう少年野球の指導とかで言ってるっていうのはまあ、それを少年たちに対してどれだけ適切に個々人個性もあるしポジションもあれば、求められる、まあ、期待される能力とかここまでは発揮してほしいとかっていうのも全員違うからそれぞれにおいてどうやったらその子のちょっと未来に対して自発的に自分で、これ試してみたくなるなっていう余白を生み出す、まあ、きっかけを与えるのがコーチってことですよね、だからなんかこういうのトライしてみたらっていう一言でそのきっかけが生まれるんだったらその提案をすればいいしその本人がでもあくまで本人が自発的にこれ確かに言われてみればやってみたらどうなるかこうなりそうだけどやってみないとわからない五分五分だなってその子本人が内側から内的動機として思ったらあとほっとけば勝手に彼女は自分で向上していくモードに入っていくと思うんですけどそれをこういろんなこう指導者側とかコーチとか監督とかっていうのはまあいろんなアプローチでこう試してみて全部当たるとは限らないですよね、まあ本当コーチの側からしてもさいろんなアプローチを仕掛けて打率1割ってとこじゃないですかね、だからまあたくさんこう幅を持って知識を持ってて、仕掛け方のバリエーションをたくさん持っている人がやっぱりいいコーチなんですよね結局ね。だからコーチの側にも向上心っていう余白が生まれうると当然ですけどあの子に対してこの提案だったらこういうふうにするんじゃないかとより楽しんで取り組むんじゃないかといやでも本当もしかしたら乗らないかもしれないっていう五分五分の近未来の予想を立てて、自分のコーチとしての伸びしろを考えて、でそのどっちになるかわからない未来の余白を自分で埋めに行くがコーチとしての向上心ですよね、するとなんかすごく統一的に理解できるというか向上心って何なのかとか知的好奇心って何なのかとかまた知的好奇心も向上心 も昨日僕が思ったのはもうほぼイコールだなと違うって、言葉はねなんかだいぶ雰囲気の違う言葉になってますけどあ、これイコールだなと思いましたね。で、なんか闇雲にやる気がありますとか、何も考えずに、向上心がずっと発動し続けてる時代もあると思うんですよ。何も考えなくても夢中になっちゃってる。それはまあそれに乗ってほっとけばいいっていうか。ですけど。まあ、必ずしもそれだけでずっと何年生きるか分かりませんけどずっと行くことは少ないですよね多分ね。まあそれがこう極端に行くと燃え尽き症候群になったりずっと余白を埋め続けることに夢中になり続けてずっと向上心が起動し続けていたのに余白を埋め切っちゃったような感覚になってあれ俺何したらいいんだろうってなるのが燃え尽きですよね、まああるいは秋だったりするのかもしれないですけど、なんかそれがねこう昨日みんなほぼ同じことをたまたま話題にしたりしたせいですごくなんか僕の中では綺麗につながって面白かったですね。まあだからその先週の日曜日のねゆかさんと森博さんの
スプリントのやり取りから始まって、僕の中では結構なんでこの湯川さんはこんなにこんなにこうなんだろうな、生き生きとして知的好奇心に満ちてて、常にエネルギーが溢れ続けているのか、小学生の善くんの半袖の善くんのエネルギーが溢れてるのは、まあ元気な子で理解できるんですけど、なんで50過ぎてこの状態なのかなっていう、その不思議なぐらいあの人はエネルギーなんですよね。それはそう、それをなんか理解しようと思ってずっといたんだけど、観察していろいろこう勉強した結果、なんか、あ、向上心の仕掛けってこうなってるのかっていう感じになったっていう話なんですけど、そうですね。だからあれなんですよ、アキラさんがね、しょうもない大喜利を立てるじゃないですか。あれも結局知的好奇心を、みんなの知的好奇心を起動させることに大成功してるんですよね。だから延々とこうそのボケなくていい大喜利でボケ続けるみんなボケ続けるあれ終わらなくなっちゃうんだよね。なんかね、そのボケなくていいっつってんのにみんなボケると、でボケない人もたまにいたりすると。でも、大喜利の定義って何なんですか、分かんないけど面白いな。あのスレッド面白い。でしかも第1回のさボタンを押したら大会申請ページに飛びました、なんと書いてあったっていう、あの大喜利と途中から混ざってきちゃってマリアージュしてるボケをかましてる人もいらっしゃいましたけど、高度ですね、友人さんあんなアンサンブルありですか、面白い。そう、でもあれも知的好奇心なんですよ。だからあれですよね、研究所としてすごく確か正しい取り組みがされてると言えるんじゃないでしょうか無理やりですけど無理やりですけど、うん、非常になんか、正しいなって思いましたね、はい、ということで、まあ天気は悪いんですけども、今日も一日上機嫌でお過ごしください。またね、お待ちしております。皆さんの自由な投稿と知的好奇心に満ちたレスポンス楽しみでしょうがないですね。いい研究所になってんじゃないでしょうか、はい、ということで皆さん今日も良き一日を。じゃあねー。